皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況122回目になりますよ。今回の実況も中日3連戦の2戦目をプレイしていこう。前回1戦目、これ8月最後のカードなんですけどね、1戦目は若松くんを全く打てず完封負け2対0ですよ。こちらの先発は杉内だったんですけどね、自責点は1、最高のピッチングしてくれましたが、情けない野手陣のせいでね、情けない野手陣のせいで、得点はゼロ。本当にね、こんなに打てない奴が今の巨人にいるのかと、情けなさを痛感しましたね。ただ今日はやられたらやり返す、倍返しだ。というわけで、この2戦目は、こちらが完封し、そして大量得点。これで勝利をしましょう。てか勝利をします。宣言します。今ここに宣言します。必ずね。中日関係者、中日首脳陣、中日 GM の落合監督、すべての人のハートをぶち壊す、メンタルをぶち壊すつもりで俺はやっていくからね。よろしく。今回はチームがチャンスになると私ピーマンがね、操作していくことになるからね。勝つ。もう負けない。今日負けたらもう切れる。ガチ切れね。よし、今日もちょっと高橋リードオフマンから外していこう。で、今日はちょっと鈴木を俺使ってみようと思う。鈴木ね。いや、ほんと打つからね。ここまでの打撃成績。あ、まあ、しょぼいね。ただ、リードオフマンとしては最高だからね。打率を思った以上に低かったね。まあ、しゃあないでしょう。で、今日は、どうしよう。長野、長野も外しとこう。近所でいいや。絶不調だからね。よしよし、今日のベストオーダーはこんな感じで OK でしょう。先発はポレだね。頼むよ、ポレだ。もう、抑えてくれ。完封で行くって決めたんだ。大量得点で行くって決めたんだ。やっていこう。ヘイヘイヘイ、ボコボコタイム始まるよ。ちなみに前回負けたのはね、久々の敗北でございましたね。ここまで中日戦は5連勝と来てましたから、その5連勝がストップした試合になったね。まあ、この8月は一度も負けてなかったからね、前回負けるまでは。頼むよ。ポレだ。どうした？よしよしよし、完封で行くって決めてるからね。こんないきなり失点しちゃダメよ。何しとんねん。大丈夫？体調不良かな。よっしゃ、いきなりチャンスできたね。2アウトランナー2塁。で、阿部。前回は阿部を操作したよね。阿部で操作して、ヒット1本、フォアボール1個。よく選びましたから。個人的には打ちやすい選手ではある。今日も打つ。先発は吉見。簡単に追い込まれたぞ。ここはミート打ちでもいいかもしれないね。シングルで1点入るわけだから。この打球はどうだ？誰に？誰もいないとこに飛んでいこうとしてたんだが、吉見の素晴らしい反応で、ピッチャーゴロだ。引っ張りシフトだったんでね、なんていうの？センター、宇宙間ラインがガラ空きなんだよね。そこに狙えばほとんどヒットになる。ボテボテでもね、抜けていくんだけど。ただその分引っ張ったらほとんどアウトですからね。まんまと俺は引っ張ってアウトになるシーンがありますけど。どうした？これだ？あ、よしよし。完封で行くって言ったよね。俺、よろしくね。人の言う話はちゃんと聞いてくれ。片岡？誰も打たんね。今日絶好調だね。下位打線やばいね。下位打線絶好調多すぎるだろ。あそこで点が入れば理想的だな。あ、はい、完封なくなりましたね。はい、はい、俺嘘つきました。はい。今日完封行く宣言しました。はい、嘘つきました。ポレダ君が打たれたね。セカンドゴロで1点。まあ、ありますでしょうに。宣言して打たれることってあるよね。別におかしなことではない。1点で抑えます。じゃあ1点でね。1点で。1点で抑えてくれるでしょう。間違いない。よし、いいぞ。さて、こちらも点入れていこう。大量得点。大量得点の方は有限実行するからね。よし、来た。オードルフォアボール。ここでガッツ。ここで侍です。やーん。わーん。やばいよ。今日の侍は打つ侍だからね。吉見 VS 小笠原。1打席目はミノさんをしたガッツ。この打球はありがとうございます。ありがとうございます。ホームは無理か。ホームは無理だね。ここでうまく捉えた。最高の打球だ。引っ張ったね。ホームはさすが無理だ。今の打球はタイムリーは無理。はや最高で、次、片岡。これも絶好調ですから。片岡の場合は足が速いからね、ほとんどの確率でゲッツーになることはない。もうここが犠牲フライ。でもいい。まずは1点同点にすること。流した打球は、はい、ライト前ヒット。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、同点。まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだまだ。片岡の目が怖い。イエス。
まだまだ止まるつもりはない。さて近所来たよ。ここ絶好調。この選手もね、左、ほんで、まあ、走塁はそこまで速くないのか。まあ、月はほとんどないだろう。まずは勝ち越そうぜ。逆転しようぜ。しょうもない打球はやめてね。中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか、一瞬の判断。しょうもない打球はやめてね。前に飛ばそう。後ろじゃない。どうだ、センターフライには、あー、センターフライね。犠牲フライには持ってこいだろ。いけるいけるいける。ゴー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 。余裕の距離だね。これでいけないわけがない。はい、帰ってきました。ありがとうございます。逆転成功。喜びはない。当たり前だ。今日は大量得点でいくって決めたからね。最低限をしたまで、それだけ。うん、まあでもここでしっかりと最低限をできるバッターというのは好きだよ俺は。最低限すらできないバッターというのがいるからね、たくさんこの巨人には。さてポレダ、ジエンゴと行こうぞ。最近のピッチャーはもうジエンゴできないと勝てなくなってきてるからね。菅野も負けたのはジエンゴできないからだ。負け越したのはね。うーん、ただここで打てず。でも外野まで飛ばしたことを評価してほしい。あんなちっちゃなミートで。あんなちっちゃなミート。おい！ポレだ？ポレだ？ポレだ？よしよしよし、危ない危ない。勘弁してくれよ、ポレダ君。ポレダどこまで引っ張るか。これだ、ちょっと待って。6回のマウンドだな。当然この6回っていうのは必ず、まあ僕は先発ピッチャーとしては投げてもらわないとダメなんだけど、球数は23球か。これは、悲惨だな。いや、無理だな。無理だな。やめとこう。これ以上行かせると、炎上の匂いがしてる。なんか火薬の匂いがしてるんでね。ここで田原行きましょう。頼むよ。うん、エラー、片岡のエラーでランナー一塁、嘘だろ、嘘だろ？は？頼むよ。ランナー満塁抑えてくれよ。はい、ありがとう、押し出し。はい、セカンドゴロで3点目逆転。はい、5点目ありがとう。死ね！はい、2軍行けて、帰れ！帰れ！クソみたいなピッチャーだ。クソみたいなピッチャーだ、お前は。嘘だろ、本当に。いや、もう、ありえない。二軍いけてね、もう使わない、もう使わない。これ、今日負けたらもう、本当に俺は許さないよ。何しとんねん。やっぱポレダでよかったわ。失敗したね。本当に中継ぎとして最悪だよね。しっかりとピンチを抑える中継ぎが欲しいんだよ。あらら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 。はい、まずこのチャンスで打てない。ワンアウト、ワンアウト。はい、ここで侍ガッツ打つよ。ツーランをね、1点差に追いつく。なおもチャンスは続きます。今のうちに1点でも多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。なるほど、そうですよね。ふぅえボウ、できましたがこれは外れます。あー、低めの球打たされた。最悪だ。あもう当てるので精一杯だよ。どうだ、この打球は角度は十分、最高の角度で上がった。ナイス宇宙か、ありがとう。ここでのガッツのタイムリー、素晴らしい打球だ。素晴らしい角度で宇宙間へ飛んでいったね。はい、これで3点目。まだ喜びはないよ、まだ喜びはない。打って当然だ。しつこくカットしてからのこれだからね、ガッツらしい当たりじゃないですか。で、方がこの片岡の先ほどはこのエラーから1点が入ったんだよね。この5点の流れを作ってしまったんだよ。田原も悪いが、片岡も今日はひどい。タイムリーこそは打っとるけどね。守備でのエラーがありましたから、ここでは打てず。得点圏打率0割5分9厘ってひどすぎるだろう。ここで近所、今日は絶好調なのでライトに入れてみたが、絶好調だけどこの能力だからね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないか。はい、三振ありがとう。クソみたいな球振っとるわ。もうあかんわ、今日負け決定。はい、負け決定。もう最悪だね、本当に。もう何しとんねん。いや、もう田原行けや、もうお前行けや。晒し投げじゃボケゴラ、行ってこい、ハゲ。打たれろ、笑われろ、世間から笑われるピッチングをしなさい。打つんかい。田原が打ったね、マジかよ。あ、じゃあここダイソー送りましょう。俺はね、そんな中途半端なとこで打つ選手よりね、しっかりと抑えてくれる中継ぎが欲しかったな。しょうもないとこで打たないで、野手転向した方がいいんじゃないかな。さて行こう。ここで亀井、ワンアウトランナー二塁。ここでホームランが出れば一気に同点。ここは
ピッチャーまたよし。いや、ミート打ちだ。ここで得点できるかどうかで大きく左右されると思いますからね。ミート打ち。追い込まれたぞ。しつこくカット。しつこくカット。今シーズンの得点圏打率は当てただけ。これはひどい。ああ、アウト。はい、2アウト。はい、2アウト。ここで坂本。キャプテンは打つ。キャプテンは打つ。またよし。あと1本で逃げた本塁打でございますからね。こういうとこで打つのが、キャプテンだと思うんだが。分かってる分かってる、うん、凡退することは分かってた、ミノさんすることは全部分かってた、打席に立つ前からあんまそんな雰囲気醸し出してたからね、分かってる分かってる、はい、もう今日は負けだ、いい、2連敗でいいですよ、こんな勝てるわけないでしょ、はい、行ってこいや、もう高木家抑えてくれ、もう負けだ、打てへんし、抑えへんし、すべての要素であかんよ、打てへん、抑えへん、フォアボールで押し出しするやつもいるし、なんなの、フォアボールで押し出しって、最悪だよ、ほんと。俺はね、一番最悪な点の入れ方だね、それは。入り方、失点の仕方。誰も求めてないんだよ。うん。さて、最終回の攻撃だ。頼むよ、片岡。おー、スリーベース！いい、チャンスできた。いいね。まだ諦めちゃダメだし。まだダメだしね。いや、ここで代打。近所はダメだ。ここで近所はダメ。絶好調だけどね。代打適正の持ってどの上行こう。いや、あるよ、みんな。ドラマが起きるかもしれんぞ、さよなら勝ちというなのな。片岡のスリーベース、諦めてたところに火が灯った。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ピッチャー朝尾、防御率は 4.91 だったかな。とにかく絶対に1点。はい、この打球は、この打球は十分だね。犠牲フライには十分だね。十分。何してんの、何してんの、何してんの、何してんの。ゴーゴー、イエス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 。オッケー、まず1点犠牲フライで返しました。頼むぞ頼むぞ、またチャンスを作れよ。俺はチャンスじゃないとプレーできないからね。うーん、まあ最低限だよね。いい打球ではあるし、ほんでいい角度でもある。あそこまで飛べば間違いなく犠牲フライにはなるでしょう。さて、あー、ピッチャーの代打送るの忘れた。あー、こんなボンミスを犯すというね。はい、アサリボン、はい、終わり、はい、終わり。ピッチャーに代打送るのを忘れた上に鈴木すぐ凡退が終わり。何このグダグダ、何この超グダグダな試合、なんじゃこりゃ、わからない。こんなにグダグダな試合ありますか、皆さん。はい、1枚答え4ですよ。え、有言実行できずごめんなさいね。だって打たれるんだもん、信頼した中継ぎ陣がことごとく打たれるんだもん、しゃあないよね。フォアボールで押し出しするし、なんじゃそれ、なんじゃそれ。僕にはわかりません、僕には気持ちがわかりません。うん、とりあえず田原くんはもう2軍1決定ね、いらない。で今日の成績はこんな感じだね。打つ方では4点入ったんだけどね、4点入ったんですけど5点取られたんで負けたんですよ。ほんで鈴木を今日スタメンで使ってみたが、やっぱダメだな。鈴木は走塁のスペシャリストだ、打つ方では全く役に立たない。リードオフマンで使ったのが失敗だったね。うん、やっぱ走塁のスペシャリストとして使うのが正しい使い方ですから、そういう使い方じゃないとね。はい、これで中日戦2連敗でございますよ。本当に悔しいね、ここまで負けるということは。先発陣はね、安定、まあ今回のポルダはちょっとあれでしたけどね、まあ0で抑えてましたから、1点ですか、1点で抑えてましたからね、それは良かったんですけど、中継ぎが試合を壊してるよね。ここは中継ぎ誰を使っていく、宇都宮持ってないし、小山だな。よし、小山だ。中継ぎで小山を作っていこう。田原くんはもう使わない。よろしく。もう使いません。僕は二度と使わない。君の顔も見たくない。帰ってくれ。ふるさと故郷へ帰るんだ。自分の愛すべき国があるだろうに。はい、これで、2連敗、どうします？どうします？一度も勝ててないよ。得意としてる相手なのね。8月、このカードまでは5連勝、負けなしだったんですけどね、中日戦。それなのに、ボコボコにされてます。どうします？やめてしまいたいね。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わり。次回の実況ではまた中日3連戦をプレイしていく。次回が8月最後の試合になるね。勝ち！最後もね。
最後こそは勝つ。よろしくね。じゃあ次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。